はい、皆様、ボンド田中です。2月11日夕方ですけどね、今日は京都府の福知山城に来ております。ボンド田中の福知山城ウォーキングレポート、よろしくお願いいたします。はい、2月11日、ボンド田中。今日はね、福知山城の前に来てましたね。そこで出会ったワンちゃんです。ちょっとワンちゃんレポートよろしくお願いいたします。こんにちは。はい、よろしくね、ちょっとお聞かせくださいね。まず、犬種はこれはもうね、黒柴ちゃんですよね。何歳でしょうか？6歳です。あ、6歳ですか。なかなかね、おとなしくてね。しっかりこうしつけが行き届いてますね。男の子、女の子でいますと？男の子ですね。最後にお名前までちょっとお願いいたします。しげまるです。しげまるちゃん。もうなんかお城の、お城にふさわしいね。そんな感じですね。地元の方ですね。違う。あ、どちらからお越しですか？岸和田です。あら、岸和田。そうですか。それはもう全然またね、岸和田城はまたね、有名ですけどね。はい、ちょっと出てたらね、お城の前でやったお二人でした。どうも本当にレポートね、ありがとうございました。
はい、この会館のお城の中のね、4階が天守閣ということでね、頑張って4階まで上がります。はい、どうも最後までお付き合いありがとうございました。お城の4階天守閣でね、レポートを終わりたいと思います。はい、どうも最後までお付き合いありがとうございました。2月11日、ボンド田中でした。